それではご紹介いたします。3位で決勝進出です。30番連スタートを選択いたしました。2015年プロ入りの48期生です。今期は開幕戦の JPBA 創立50周年記念大会で初優勝を挙げました。そして続いて4月のプロアマ宮崎プロアマオープンで2試合連続優勝を果たしております。この全日本選手会までには今年度のポイントランキングが4位です。もちろん選手権は初の制覇、そして通算3勝目を狙います。ピースボール所属、久保田彩香です。そして4位進出です。29番レーンスタートになります。今シーズンは7月の東海オープン、そして11月に行われましたジャパンオープンで今季2勝、通算14勝目を挙げております。この全日本選手権は過去2009年、11年、13年、14年と4勝を挙げております。すでに今シーズンのポイントランキング、アベレージランキングのトップも確定させております。三冠王がほぼ確定しておりますが、もちろん勝って三冠王を決めたいところです。アメリカンボーリングサービス所属、松永博美です。それではハンダカップ第49回全日本女子プロボーリング選手権大会第4位決定戦スタートいたします。生中継でお送りしています全日本女子プロボーリング選手権大会決勝ステップラダー4位決定戦です。3位通過、久保田彩香、現在21歳48期ですから3年目。はい、松永博美、現在33歳は37期ですから14年目。はい、まあ、間違いなく実績経験ともに上回っている松永に、はい、今年初優勝から2連勝をした久保田が挑んでいきます。はい、7番ピンが残ります。久保田が右のレーンからスタートを選びました。左のレーンの方がストライクが出しやすいと本人は思ったんでしょうね。はい、はい、続いては松永博美。松永が真ん中倒れず、嫌な残り方になってしまいました。ただね、5-7っていうのは、はい、ポケットコースからちょっと左立て出せば取れる可能性は十分ありますので、はいはい、久保田はしっかりスペアを取りました。4位決定戦のスタートです。松永さんはこういうのは上手いですからね。はい、はい、アベレージポイントともに現在2冠、賞金も限りなくランキングトップをものにするという状況です。松永、さあどうでしょう。あ、曲がっちゃいましたね。松永はカウント9でスタート。もともと実は今日スコア出ていたんですが、結構スコアが出にくい大会というのもね、選手から声上がったりする年もありますよね。あの今回のミディアムのレーンが難しいとされてるんです、はい、でも意外とみんな点数出してるので、うん、思ったよりは大丈夫そうでしたよ、うん、さあこちらはいいと思っている方です。薄くいきました、うん、ましたけど、うん、放送席北条さん、はい、あのそういうもののこの久保田については、はい、先ほどの準決勝で29番30番レーン156という数字だったんですよね。苦しんでいるレーンではありました。そうでしたね。レーンサイドリポーター堀アナウンサーから情報がありました。さあ松永です。曲がりませんでしたか、今のは。どのようにご覧になられましたか。今ね、ちょっと出しすぎましたかね。どうですかね、この全日本女子の決勝ステップラダーのこの緊張感とかもあるんですか。
いや松永さんはそんな緊張のためではないと思いますよね。はい、タイミングのズレというかちょっとリリースミスですかね。久保田はスペアを続けます。はい、ナイスカバーですね。松永真もスペアです。はい、生中継でお送りしていますハンダカップ第49回全日本女子プロボウリング選手権大会4位決定戦です。3位通過久保田彩香、4位通過松永博美です。まあ、まずどちらが先にストライクも取っていけるか。ブルックリン、はい、先にストライクは久保田。ちょっとね、ツーバウンドしてボールが落ちたので、はい、曲がってしまってブルックリンってしまいましたけど、倒れてラッキーですねこれは。はい、はい、でもこういうステップラダーはこういったラッキーも一つ。そうなんですよね、一元マッチなのでね。はい、暑いですね、ちょっと暑いですね。はい、はい、現状久保田がリードを取っています。松永が1フレーム目オープンにしていますので、はい、現状ワンマークリード、さらには久保田はストライクを出しています。ポンポンと持ってくるタイプなので、はい、久保田さんはできるだけ早めにリードしたい、うん、はい、ダブルを持ってきてターキー持ってきたいんですけどね。となるとこの4フレーム目、はい、まだ中盤ですが、はい、1つ大きなフレームになりそうですか。はい、リードを広げていけるか久保田、ダブルです。ましたね、落ち着いてますよ。はい、もう先輩とね投げるときはもう強い相手なんで、自分のペースでちゃんといつも通り投げれるかどうかが問題なんですよね。はい、2マーク差に広げました。まだ21歳、はい、3年目、はい、この大舞台です。50周年記念のメモリアル大会 で、ね、大きい大会で優勝してますからね。はい、はい、まして開幕戦で。はい、松永がまだ本来の投球をすることができません。珍しくポケットにまとまってないですよね。はい、はい、これ要因がどんなことが考えられますか。ね、もしかしたらボールをチェンジする可能性ありますね。ちょっと合ってないかなって感じてるんじゃないですかね。準決勝はもうボールをもうほぼ変えずに挑んだという松永なんですが、松永はスペアが続きます。ただ2マーク久保田がリード。もしもここで久保田さんがターキーが来たとしたら、はい、松永さんはボール変えると思います。そうですか、はい、それだけ久保田のこのターキーの持つリードの意味、うん、そうです、大きいですよ。力入らないで普通に投げれるかどうかですね。これが倒れます。倒れました。ちょっとラッキーも続いてますのでね。いや、はい、いや倒れますか。変えますかね、ボールどうでしょう。変えないですかね。変えないです ね、変えないですか。じゃあ変えるとしたら右のレーンかな。ターキーが出ました。スリーマーク差です。リードは久保田。これも厚がいったが、これがブルックリン。ああ、ようやくストライク生まれました。
ラッキーで来ましたね。ちょっと本人の表情を見ても、はい、はいはい、ブロックに来ましたね、うん、はい、まあ、何にしても一つようやくストライクが来た。さあ現在マーク差3つつけました久保田。つないでいけるか、つないでいきます。来ましたね、4連続久保田彩香。もうね、松永プロここでボールを変えます。そうですね、はい、あのさっきのところから変えてほしかったなと私は思ってたんですけどね。まあブルックリンで来ましたからね、はい、まあ、ただ準決勝ではそんなにボールを変えてこなかった松永が、はい、このステップラダーはボールを変えます。あ、ここでスプリット、会場からもため息が漏れました。北条さん、はい、松永プロは準決勝の時このレーンでは203だったんですよね、うん、だからそれなりに特徴をつかんでいたのかなと思うんですが、はい、杉本さん、状況としてはやっぱり変化してたということなんでしょうか。相当ね、時間が経ってるっていうこともあるので変化してますよ。準決勝が終わってから2時間近く空いてから、うんうん、そうですね、決勝ステップラダーに入っています、はい、で15分間4人で練習してますから、またそれでも変化が出ますからね、はい、狙いますね、これは、うん、これはノータッチでも思い切って狙うしかないんですね、うん、すごい差がついてるんでね。これでオープンフレームにしてしまった松永、うんうん、ですからマーク差が5マーク差あります、はい、まあ、ですから久保田からすると大きなミスさえしなければという位置にはつけました。連続です、うん、久保田は両レーンに合ってそうですか。そうですね、うまく転がしてますよね、うんうん、投げてるとこもちょうどいい、ボールもちょうどいいって感じは見受けられますね。さあこれで松永はもう出していくしかありません。はい、変えて左のレーンはストライク、はい、来ましたね、はい、まあ、この辺りの本当にレーンを読んでボールを変えていく力、はい、パート1では杉本さんからインタビューの際にお褒めも、ね、はい、ありました。松永側もつないでいくしかありません。ご覧のように伸ばしても松永は213、そうなんですよね、で久保田が今240ペースできてますから、ですからね、オープンさえしなければ楽にいけるのでね、無理しないでスペアを取っていけばいいですね。これも熱く入ったんですが6連続、いやもうどこに行ってもストライクになるような、ちょっと月も味方してますけどね、はい、これだけつなげられちゃいましたね。さあこうなると次の一投で勝利が確定する、そうですね、はい、ここでも2ピン余ってしまいました、ね、ちょっとつかみきれませんでしたね、はいはい、そしてこれにより松永は伸ばしても193、はい、ということになりまして、はい、まあ、まだ確定はしていませんが、いやもう確定です、はいはい、今もう何も投げなくて189ですから、はい、それで9フレ10フレミスっても久保田さんがミスしても勝てますから、もう決まりですね。あららら、ら、あここもさあこの最後スペアを取れなかったことによって久保田の勝ちが確定しました。4位決定戦、次に進んでいくのは久保田彩香、松永博美は4位という結果になりました、はい、
これもブルックリンです。あのですね、これ勝負が決まったので、はい、久保田さんは次のためにポケットのアングルをしっかり練習した方がいいですね。フレームね、もう逆に言うと早くこれだけ勝負を決められたということは、はい、調整のチャンスが、はい、勝ち上がりは練習できませんので、はい、テンフレームでレーンを探すべきですね。松永がやっぱり掴みきれずにちょっと来てますね。そうですね、まあ、この4位決定戦は松永が掴みきれなかった部分もありますが、それを抜きにしても久保田が素晴らしい内容になりました。そうですね、ラッキーが2つ3つありましたけどね、はいはい、まあ、それも大事ですよね、はい。久保田彩香は開幕2連勝、そして現在もう三冠に王手をかけている状況の松永、その対戦でまず久保田が寺下との勝負の権利を得ました。投げるところを変えて調べた方がいいと思うんですが、どうでしょう。あ、中に寄りましたね。そこから入れてきて、はいはいはい、あ、続きますね。これはすごいですね。素晴らしいスコアになります、はい。仮に松永がかなりレーンを掴んでいても久保田がこれだけスコアを出してくるとというぐらい、そうですね、内容があります。本人もほっとした表情です、はい、ストライクが来ました。久保田はまだ最大3試合優勝まではあります、うん。カウント8例はありますが、いろいろ試している状況ではありますか。失投でブルックに行ってるのか、はい、そのレーンが遅くなってブルックに行ってるのか、ちょっと真後ろじゃないんでわからないんですけど、はい、もうちょっとその中がどの辺にオイルがあるかなっていうのを探した方が良かったと思うんですけどね、はい、次のためにね、はい、そうなんです。これは4位決定戦ですので、はい、まだまだこう戦っている2人には先があるという状況でスタートをしました。はい、ナイスゲームですね。久保田最終スコアは267、はい、いや、大きなスコアを出しました。さ、松永も最後はしっかりパンチアウトで締めようと。はい、そうですね。最後はパンチアウト、最後に意地を見せました松永ひろみ。しかし先に進んだのは久保田彩香。プロ3年目の久保田彩香が松永ひろみを破りました。破りましたね、はい、いやー、ですからちょっとね、松永姫路というベテラン勢が上位を占める中で、この若い力が次世代もいるんだよというところを示しています。はいはい、3位決定戦進出を決めました久保田プロです。おめでとうございます。ありがとうございます。だいぶ早くにレーンコンディションつかめた感じでしたか。いや、自分でも笑ってしまうぐらい打ちミスをしまして、ストライクたくさん来たんですけど、3回もポケットではなく裏のブルックリンと呼ばれているところに行って、たまたまストライクが来てくれたので、こんな260点アップをすることができたと思っているので、次はまた寺下プロですので、またレーンをアジャストして、次は表でしっかりとしたストライクが出るように、ちょ、落ち着いて投げたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。久保田プロでした。3位決定戦進出を決めた久保田彩香プロのインタビューです。さあ、この後3位決定戦は2位通過の寺下千佳と戦います。ハンダカップ第49回全日本女子プロボウリング選手権大会、東大和グランドボールから生中継でお送りしています。
リーデシースです。30番レーススタートを選択いたしました。今シーズンは9月の MK チャリティーカップで通算3勝目を挙げております。昨年のこの日本選手権では惜しくも2位、リベンジをもちろん狙います。通算4勝目を狙います。 SD エンターテインメント所属、寺下知花です。4年目の寺下知花。そして29番レーススタートは4位決定戦勝者、ピースボール所属、久保田彩香です。そして3年目の久保田彩香。はい、それでは第3位決定戦スタートいたします。先輩と勝負するときと、はい、この若手同士でやるときっていうのはやはり若手同士だとね、どうしても勝ちたいっていう気持ちが出るんですよ。うん、先輩だとね、思い切って当たっていこう、挑んでいくというような、うん、そうそう、だからお互いに力は入ると思うんですが、まあ、1年先輩である寺下さんも負けられないと思ってますしね。はいはい、寺下が新人戦の優勝もありますので、はい、通算3勝、はい、今年の MK チャリティーカップ、さらには2015年ラウンド1カップレディースで優勝しています。はい、このグリーンのボールが練習ボールで一番いい感じでしたから、そのボールでいきます。寺下、あ、いいですね。はい、ストライクスタート。はい、杉本さんが練習を見て扱んだんじゃないかなという話があって、あのボールがいいなと思いましたからね。はい、さあそうなってくると、もう久保田も、はい、さっきは本人もね、ラッキーもありましたって話ありましたが、久保田さんがどうするかですよね。中目に寄って、久保田もしっかりポケットつきましたよ。続いていきます。本人も言ってましたからね。はい、はい、さあこうなってくると、もう本当にね、はい、どちらが長くストライクを続けていけるか。まあ3年目久保田が2勝、4年目照らした3勝と、もう年数に近い数で、ね、優勝も果たしているっていうのはね、すごいですよね。若手でこんなに優勝してるっていうのはね。はいはい、去年のこの全日本では準優勝でした寺下知花。で今年またね、これ勝って決勝まで行けるとなると、そうですね、すごいですよね。2年連続でテレビ決勝残って、10番ピン、天秤が残ります。はい、左の今の投球はいかがでしたか。ね、左の方が気持ち、向こう奥の入りが甘いんですよ。だから天秤は残ってもしょうがないなって感じなんで、はい、大丈夫です。はい、まあ、恐れるのはスプリットであったり、そうですそうです、はいはい、久保田さん先ほどは打ちミスしてましたって言ってたんですけど、はい、ここ打ちミスするとスプリット出る可能性あるので危ないんでね。これも打ちミスですから、はい、これ難しいのが残りましたね。後ろに9番ピンがありますからね。難しいですか。はい、難しいですよ。まずは寺下がスペアを狙っていきます。はい、この辺りはもう落ち着いています。寺下ストライク、スペアときました。うん、久保田はこれ難しいという話がありましたが、ね、スペアボールじゃないのを持ってますよね。はい、そうするとしっかり出して奥の9番ピンをボールで取らなきゃいけないので、はい、しっかり出ないと3番9番になっちゃうんでね。どうだ、取りましたね。はい、ナイスカバーですよ。はい、はい、あれスペアボールで持つと薄めいった時に9番が残ってしまうんですよね。はい、これはストライクの後なんでカウントダウンがないんで良かったですよね。はい、ですからお互いに20-20、はい、まあ、となるとまた今度はストライクを取りたい。でも寺下さんはしっかりポケットつかんでるので、はい、失投さえなければ大丈夫です。特に右はもう、はい、そうですね、残ってもホーピンぐらい、ホーピンか天秤だと思います。はい、来ましたね。はい、掴んでますね。はい、掴んでますよ。北条さん、はい、寺下プロなんですけれども、今年6月にアメリカに行って2ゲーム2回ですね、試合に出たということなんですけれども、うん、はい、そこで投げて私甘えてるなと思ったそうなんです。で日本の連行2勝、本当にイージーになのかなと、うんうん、そこで投げたことで今日のこの連行2勝難しいけれども乗り越えることができているんじゃないかなということです。うん、はい、中間寺香織さんからお話ありました。これたまたまこのステップラダーの前に谷口会長と話すと、うん、やっぱりこう甘いコンディションで、
大きい数字を出しても意味がないと、うん、難しいところをやっていかないと成長がないんだという話がまさにありました。そうですよね、はい、ですからまあそこを考えるとアメリカでしっかり経験を積んで、おー、わしは取りましたよ、はい、久保田がしかしついていきます。はい、あの左のレーンでちょっとあの本人は打ちミスしちゃいけないと思って右に出したらノーヘッドしたでしょ、はいはい、だから打ちミスしちゃいけないって気持ちが強かったんでしょうね。でも取れましたからね、良かったです、はい、本当にオープンフレームを作らないこと。そうです、ワッシャー取った久保田、寺下はなんとかダブルを取ってリードを取っていきたい。左のレーンはどうか、また残ってしまいます。まあ、本当にこれから若い世代どんどん出てきまして、はい、今回5位惜しも通過しなかった坂本という選手が、ね、はい、いまして、17歳、はいはい、5位ですからね、頑張りましたよ。パーフェクト出すかなというような、ね、はい、ゲームもありました。そういった若い世代が台頭してきています。久保田はここでストライク、来ました、ね、いや第3フレームをスペアしっかりカバーした、抑えた、思えば第2も決して簡単ではない、9番ピンが残らないようにというところでスペアを取りました。狙い通り行きましたから、ポケットちゃんと行きましたね。おっと、あら、ここで寺下にミス、これはダメですよね、もったいないですよね。オープンフレームにしてしまいました。まあ、ワンマーク差となったんですが、まあ、カウントがねちょっと久保田が6でスペアというのが、ね、ありますから、うん、ですけれども、ここ久保田が、ね、でもカウント2ピンしか違わないのでダブルを取ってくるとね、はい、久保田が一気にリードを取ります。久保田がここで来ましたよ、はい、いや本当はさっきねラッキーに助けられたという話があった中で、2、3のフレームを実力でしのいで、はい、このダブルに持ってきました。寺下はもうねこれ引きずらずに、はい、ですね、切り替えていくしかありません。はい、来ました。いや本当に寺下は4年目なんですけれども、うん、大舞台も経験していますので、はい、こういった舞台で焦ることなくすぐリカバリーしてきますよね。北条さん、はい、まあ、この寺下なんですけれども準決勝ではこのテレビレーン、ここに出てきた4人の中では姫路に次いで215を投げたということで、まあまあレーンコンディションなど掴んでるのかなとも思うんですけれども、はい、215ペースではとてもついていけないぐらい久保田がリードしますね。そうですね、堀アナウンサーから準決勝の様子お話も入りましたけれども、久保田の一投、あーっと10番ピンが倒れず、はい、まあ、ただ先ほどはビッグゲームしましたけれどもよりも本当にラッキーではなくてしっかりと根拠を示して中盤まで来ています久保田。さあ現在のペースで言いますと寺下がオープンフレームがあったので180ペース、はい、久保田が一つダブルがあったので200ペースと、ここをダブルを持ってくれば190ペースに乗るので、はい、ミスの後すぐダブルでミスを消せると一番いいんですけどね。さあどうでしょう、少し薄く入りました、薄めですね、はい、ポケットより右側に入る、薄く入りました。こう詰められそうな時に詰めていきたいんですが、そう何甘いレーンではありません。はい、ナイスカバーですね、はい、現在久保田が一度ダブルがありまして200ペース、寺下がこれをスペアを取って180ペースです。マーク差は2つ。まあ本当悔やまれる4連目のね、はい、ミス、あれどうしたんでしょうね、
珍しいですよね。はい、珍しいですね。4番でしたからね。はい、うん、ミスをした寺下と厳しいところをしのいできている久保田。ツーマーク久保田がリード。後半戦です。危ない。ここで割れない、はい、危ないですね。割れても、ね、おかしくないような動きがありましたけれども、はいはい、まあ、という一つね、こうピンアクション持っている部分もありつつ、はい、我慢するところはしています。久保田寺下はもうストライクで何とかつないでいきたい。天品ですか。うーん、我慢のシーンが続きます。寺下ツーマーク久保田がリード。ダブルを取った久保田、オープンフレームを作っている寺下、ツーマーク差で終盤に入っています。おーっと、ここでまた珍しいミスをしてしまった寺下。いやー、この第4、第7フレームはちょっと今まで、そして今日を見てると信じられないミスです。ここで2つ目のオープンフレーム、これは悔やまれますね。イージーミスですからね。これで170ペースの3マーク差、はい、こうなると楽に投げれますよね、久保田さんはね。はい、いい感じになりましたね。はい、いや、粘る久保田はここでストライクです。北条さん、はい、寺下なんですがボールを変えますね。はい、ここで変えます寺下。お、まあ、もう仕掛けていかないといけないね。いい感じでストライク来てたんですけどね。そうですね、はい、あのミスしてからおかしくなりましたね。さあ、変えたボールはどうだ。照らした、うん、これも薄く入りました。はあ、照らしたはこれはもうどんだけ投げても200いかないゲームになってしまいました。あの、このスペアもまた難しいですからね。ご覧のようにこれ3品残っています、はい、奥にもう1品残っています。あの、あまり薄めいくと8番が残る、厚めいくと5番が残るって感じなんで、あの、そんなに簡単ではないんですよ。あ、ね、あのようにね、あ、こう曲がると、うん、チョップって言うんですけど、杉野さん、今スペアボールを使わなかったですね。使わなかったですね。あの、後ろがあったからだと思うんですよ。ですから久保田はそういったシーンで第2フレーム抑えました、うん、ですが寺下は8フレーム目でまたオープンフレーム。多分ね、スペアボール使ってイージーミス2回したでしょう、はい、だからもしかして手の感じが悪いのかもしれないですね、スペアボールが。それで1投目で投げたのかもしれないですね。さあ、久保田、あ、まあ、このゲームの中で珍しいような位置に投げてしまいましたが、いや、あのね、ちょっとあの右にミスをするとノーヘッドっていうのはもう何回もみんなやってるんですよ。そうですか。だから出過ぎちゃったんですよね、うんうん、だからスペア取っていけば、まあ、大丈夫ですよね。もう寺下はもうとにかく望みをつなぐためにはこの9フレーム目はストライクが必須です。取りました。さあ、ご覧のように久保田は粘って粘ってオープンフレームを作っていますね。しかし寺下がミスでオープンフレーム3つ作っています。あ、これ取れましたからね、はいはい、さあ、これでですね、今寺下はもうこれマックス185という状況ですので、はい、まあ、久保田が大きなミスをしない限りは、そうですね、間違いなく優勝決定戦にという状況を作っています、はい、まずは寺下です。
は取りましたね。最後まで諦めません。大きいスプリットがない限りは大丈夫ですからね、はい、久保田さんはね。7ピン以上倒せばその段階で優勝決定戦進出が決まります。7ピンを倒しました。これによりましてもうこの数は超えてくることが照らした不可能ですので、はい、優勝決定戦進出は3位通過の3年目久保田彩香となりました。いや久保田が先輩を2人倒して上がってきました、はい、寺下も最後はらしさを見せてくれましたが、はい、時すでに遅しと。北条さん、はい、あの倉下プロなんですけれども、昨年のあの悔しかった姫路プロとの対戦を映像でも見て、はい、反省して課題もしっかりとも考えてきたということだったんですけど、またちょっと悔しさがね残ってしまいましたね、はい、去年実はね敗れて準優勝。いや去年より悔しいと思いますよ。イージミスですから、はい、本人はまあね、うん、こう負けたというより自分に負けた、もう自滅ですからね今回ね、はい、185で終えました、うん、寺下千佳。さあ開幕戦50周年記念大会、そして宮崎プラマオープンと開幕2連勝している久保田が優勝決定戦進出、まあ、最後は、ね、割れてしまいましたが197対185、3位通過の久保田彩香が松永の次は寺下も破って優勝決定戦進出を決めました。ここまで苦労してきた久保田がこの最終戦で優勝決定戦進出です。それではインタビューです、お願いします。はい、優勝決定戦進出を決めました久保田プロです。いやノーミスであそこしのいできましたね。はい、あの投げミスが多かったのでスペア取れるか心配な場面も2フレ3フレとあったんですけど、あの冷静に落ち着いてスペア取れたのでそれがよく回ってあの勝てたんだと思います。さあそしていよいよもうずっとトップ走り続けている姫路プロとの対戦です。意気込みを一言お願いします。はい、あの憧れの姫路うららプロに挑戦できる機会は今日が初めてなので、負けない気持ちで臨みたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。久保田プロでした。優勝決定戦を決めた久保田彩香、はい、本当に笑顔でインタビューにも答えてくれました、はい、いやこれで姫路うらら独走でいったトップシード挑む権利を得たのは3位通過の久保田彩香です。ハンダカップ第49回全日本女子プロボウリング選手権大会、この放送は生中継でお送りしております。それでは改めまして両選手をご紹介いたします。トップシードです。30番でスタートを選択いたしました。今シーズンは7月の六甲クイーンズオープンで通算15勝目を挙げております。この全日本選手権は2008年2012年、そして昨年とすでに3勝を挙げております。この選手権連覇、そして通算16勝目になります。双葉ボール所属姫路うららです。大きな拍手を受ける姫路うらら。そして29番連スタートです。今季は開幕戦の JPBA50 周年の記念大会、そして4月の宮崎プロアマオープンで2試合連続優勝を果たしております。昨年のポイントランキングは16位で昨年初シード入りを果たしております。今シーズンはこの全日本選手権までに4位、ポイントランキング4位とすでに5位以内を決めております。こちらは勝てばもちろん選手権初制覇となりますが、勝つためには姫路に2ゲーム連続で勝たなくてはいけません。ピースボール所属久保田彩香です。それではハンダカップ第49回全日本女子プロボウリング選手権大会優勝決定戦スタートいたします。2017年はこの大会ハンダカップ第49回全日本女子プロボウリング選手権大会で幕を閉じます。大きな大きな大会が最後に待っていました。この大会3勝、去年に続き連覇、
そこへ挑んでいく姫路、うららから右のレーンを選択して投げていきま す、うん、そうですね、右のレーンはオレンジの入ったボールを持ちましたね。姫路の1投目、はい、来ました、ストライク。2008年、2012年、2016年と4年おきにこの大会優勝してきました。本人も連覇がしたいんです、優勝します、そういったことをねしっかり周りに宣言してここまでやってきました。さあ久保田です。開幕戦から2連勝その後苦しみましたがここまでやってきました。久保田もストライク、回数を重ねるごとに久保田に変化見られますか、うん、このステップラダーは。今の感じ見ると、はい、決勝なのに一番落ち着いてる感じに見えましたね。もう相手が姫路さんなんで、はい、もう胸を借りるつもりで投げるっていう感じが見えましたね、うん、あ、そうですか、はい、問題なくスタートしましたね、はい、まあ、しかもある意味準決勝でずっと姫路さんをね見てきたわけですから、はい、この久保田さんもねもう見慣れて今日は過ごしてますからね、はい、厚く入ってしまってスプリット、ステップラダーに来て初めてスプリットを出してしまった久保田です。こちらの方がちょっと奥で動きますからね、まあ、ただここはしっかり3本、はい、3本取ってうまくいって4本取れますけどね、はい、まあ、このね本当カウント一つ一つがね最後にどう出るか分かりませんから、はい、まだまだ2フレームが終わっただけです。北条さん、はい、姫路プロなんですけれども、準決勝ではこちらのレーンで246、はい、でもう迷うことなく一つのボールで投げ続けていたんですけれども、はい、練習でそのボールをやめて今使っているボールにしましたね。もうね、そのボールは練習ボール見てたら曲がっちゃって使えないみたいでしたよ。でも決して納得がいってる感じではなかったんですが、さすがですね、うん、その姫路はカーキーです。いや、堀アナウンサーから今ね準決勝の情報がありましたけれども、まあ、ボールが本当にねたくさん最近はあるんですけど、それをうまく状況に合わせて選ぶセンス、そして経験、これもやっぱりなかなか一筋縄でいかないんです。いや、それとね、練習ボールの時に自分の投げたいところをあまり使わないようにしてましたよ。レーンが変化が変化しないように、それは考えていたみたいです。さあ久保田、オープンフレームを一つ作りましたが、またストライクを取り直します。ただ姫路がターキーですので今3マークリードをしています。久保田はこの今のボールを使い続けてますね。そうですね、まあ、これ姫路が皆さんね、もしかしたら決勝ステップラダーから見てるとわ強いなと思うかもしれませんが、準決勝も2位に200ポイント以上差をつけて上がってきました。ここで止まります、まあ、ただ形としてはそうですね、はい、ポケット入って天秤タップですからね、はい、姫路は初日1位、2日目予選1位、そして準決勝1位、ずっと1位ですからね、はい、完全優勝で連覇を目指しています、はいはい、姫路が3マークリード、追う久保田、うん、あー倒れない、うん、何度も何度も味方してきたピンアクション、
今までだとあれがね、はい、厚めで倒れてたんですけどね。そうなんです、はい、はい、いやこれ姫路がね準決勝同様安定感ありますから、もう一つもミスはできません。久保田これもしっかり取ります。開幕戦からその存在感をね、もうボーリングファンの方に示した久保田彩香、はい、今年日本プロボーリング協会を50周年で、その50周年の記念大会で優勝、うん、これはね一人しか取れないタイトルですから ね、 そうですよね、メモリアルのね。姫路がまたストライクを続けていこうと仕切り直します。現在久保田が一つオープンフレーム、姫路がターキーがありましたので3マーク、姫路がリードをしています。おちょっと今投げミスがありました。そうですね、指が抜けなかったんですか。いや、今足がちょっとスライドが止まっちゃったのでね、はあ、はい、ここで痛いミスです。まあまあでも6本カウントでスプリットではないので、はい、スペア取っていってまだ後半6フレから全部いくつもりでいけばまだ大丈夫ですね、はい、これをミスすると大変なんで、はい、丁寧にいきたい久保田。あーっと、うん、カバーすることができません。2つ目のオープンフレーム、これでマーク差は4つ、姫路相手に前半超えて4マーク差、これは厳しいですよね。北条さん、はい、こうやってあの連載度から見ていましても、はい、なんかこう空気全体がもう姫路うららプロの空気なんですよね。これになんかちょっと飲み込まれちゃってる感じが。そうですか。その姫路、いやーちょっとこれ実は準決勝も見てると、あれもう姫路うららは連覇しちゃうんじゃないかっていうね、空気というのは準決勝でもでき始めていたんですが、やはりあの誰も使ってない外目からずっとねボールを変えて投げてる、それが今回良かったんでしょうね、はい、あーっと4フレが残念ですね。そうですね、ちょっと、うん、あーここでも天品が残ります。そうですね、あのインサイドに入れば入るほどその天品って残りやすいですからね、はい、あの難しさはあるんですよ。その反面姫路さんは外目からもうスピードがありますしね、はい、とってもいい感じでずっと投げてますからね。姫路うららはこれだけリードがあるんですが、うん、今座りながら息をふうふうと吐きました、うん、やはりあの気を抜かないように集中してずっといってますからね、うん、実は2015年もトップシードでね起きたんですが、山田に敗れるというね、はい、悔しい思いをして去年はトップシードながら1ゲームで決めて優勝、はい、苦しい思いもしてきた姫路うらら。またターキー。いやー姫路がもうパーフェクトに近い内容で中盤を終えました、はい、さあこうなってくると姫路はもう自分との戦い、そうです、もう279が出そうな雰囲気ですもんね、はい、久保田はストライク、まあ、久保田にとって本当に高い高い壁でこれから先もね越えていかないといけない壁なんですが、はい、ようやく自らの力で挑戦権を得ました。スプリットです。まあ失投しましたけどね、はい、はい、
ただ姫路はここをオープンフレームにしたとしても、はい、まだ余裕があります。ありますね。現在姫路がターキー2つ、さらには久保田がオープンフレーム2つありますので、マーク差は6つ、姫路がリードしています。久保田がなんとかダブルを取っていきたい。来ましたね。ここで取ります、久保田彩香。これで5マーク差、さらにはまあおそらく姫路はね、これオープンフレームになりますから、その後4マーク差と一気に2つ縮めます。久保田さんは全部行かなきゃダメですよね。はい、これはしっかり2本倒していきまして、現在184、まあ、ただ久保田はご覧のように最大で210ストライクを残り出し続けてこの数字ですので、まあ、相手のミス待ちっていう形ですからね、はいはい、全て持ってこないと勝てませんからね。はい、久保田ここでスプリット、オープンフレーム、はい、姫路がスプリットをして少しだけできた隙間、そこをなんとかついていきたかったんですが、来ましたね、姫路ストライク、はい、こうなるともう次の一投が姫路の連覇を決める一投となってきそうです。もう今ので決まりです、はい、9フレームのストライクでね。あ、そうですね、はい、これで175がマックスですので、はい、姫路うららが連覇を達成しました、はい、それでも最後まで見せます。勝ちにこだわる姫路うらら、もう連覇を勝って涙をこらえています。通算15勝、この勝利で16勝目、はい、何度も何度も勝ちを経験してきている姫路うららが、去年も優勝したこの大会で涙をこらえています。本当お客さんの、ね、ことを考えた発言もしますが、はい、勝ちが決まっても最後までその姫路らしさというのを、ね、しっかり見せて。北条さん、はい、この試合が始まる前にちょっと微笑ましいシーンがあって、会場がどよめき笑うようなことがあったんですが、その瞬間でも姫路選手だけは一人ぐっと真剣な表情をしてましたからね、はい、どれだけいつも勝ちが決まってもリードが大きくても試合が終わる最後までは勝負に徹する姫路うらら、念願の全日本女子プロボウリング選手権大会の連覇を達成した姫路が最後の一投を投げます。大きな拍手に包まれて涙を抑えて急いで投げに行きましたね。姫路の最後の一投、ストライクで決めました。姫路うらら自身初全日本連覇、4度目の優勝を完全優勝で果たしました。2017年最後を締めくくったのは姫路うらら。それでは優勝インタビューを聞きください。中谷さん、お願いいたします。たった一人しかこのチャンスはありませんでした。連覇を果たしました姫路うららプロです。おめでとうございます。やった、ありがとうございます。ありがとうございます。この全日本、何としてもこの連覇がしたいんだということを言っていました。どんな
なものがありましたか、この連覇っていうのは。やはりあの全日本選手権は、まあ、今回もコンディションが違うと言いますし、それ以前にも33ゲーム投げるので、あの本当に1年の締めくくり、そして ISPS さんがこ の, あの大きい舞台のチャンスをくださっているので、あの私の中で ISPS さんの全日本を2連覇したいという気持ちで挑みました。ありがとうございます。そしてもうトップシードで入ってきて、絶対に2位以下にはいかないんだ、そして絶対に1回で決めるんだこの優勝っていうこと、まさに本当に思いを形にしましたね。はい、3位が連続3回続いていた思いは、今回トップシードになることで1位か2位で終われるというふうに自分を励ましたかったのと、やはり、今年はあの松永さんが三冠で、締めくくり、松永さんの年だったと思うんですけれども、自分も最後この一勝で今年良かった年にしたいと思いました。まあ、ライバルも称えつつ、そして自分もやっぱり共に頑張っていくんだ、本当にね、あのいい仲間なのかなという気もするんですけれども、今年全体的にこの全日本を振り返っていかがでしたでしょうか。あの落ち着いて自分の投球ができたのと、1年間あの怪我なく一生懸命ボーリングしてきた結果がここに出せたので、本当に1年間一緒に投げてくださったお客様や、あのボーリング場の皆様、支えてくださっている皆様のおかげでこの優勝をいただきました。ありがとうございます。さあ、この本当に全日本での優勝というのはね、さらに重みも増していると思うんですけれども、今一言で表現するとしたらどんな気持ちでしょう。嬉しい、ありがとうございます。いやー、もうね、涙が溢れんばかりでしたけれども、やっぱりこの笑顔がうららスマイル、姫路スマイルだなという感じがしますが、改めてあのテレビの向こうでも生中継で今回応援してくださる方もたくさんいらっしゃいます。皆さんにメッセージお願いいたします。本当にみんなあの見てくれてね、ありがとう。あの全国で一緒に投げてくださる皆様が、生放送絶対見るからって言ってくださってて、この向こうでみんなが一緒に喜んでくれてると思います。来年もみんなでいい年にしようね。ありがとうございました。素晴らしい。第49回全日本女子プロボウリング選手権大会優勝は姫路うららプロでした。おめでとうございます。姫路うららが自身初全日本連覇、はい、4度目の優勝を果たしました。